あれ？ねえ、アニス、キトイほつれてるよ。え？あ、本当に。どうしましょう。ずいぶん酷使してきたからな。老師様のところで直してもらおうか。物音がしたので何かと思えば、ここに人が来るのはいつ以来かの。さて、どちらさんかな。風のクリスタルの巫女、アニエス・オブリージュと申します。ほうほう、アニエスちゃんか。しばらく見んうちに随分と大きくなったの。先代の風巫女さんに連れられてきた時はこんなに小さかったのに、あの頃とは比べ物にならんほど色っぽくなった。おや、やけに思い詰めた顔をしとるの。この老いぼれでよければ力を貸すぞい。相変わらずだね。ねえ老師様、アニエスの祈祷医がほつれちゃったの。おお、祈祷医がの。どれ、見せてごらん。この程度じゃったら造作もないことじゃが。老師様、私のことを覚えていますか。ああ、よく覚えとるよ。これで三度目だからの。いや、あるいはこれが初対面やもしれんが。それでもよく覚えとるよ。三度目とはどういう。そうじゃな。ではあえてこう言おう。お主はどの世界から来たアニエスちゃんかね。え、どうして。やれやれ、とりあえず奥へな。さてと、茶でも出そうかと思ったんだが、のんびりと茶飲み話をしていられるような雰囲気でもなさそうじゃの。老師様、わしがエタルニア公国の前身となる組織の創設者の一人であることは把握しておるか。はい。ではレスター卿のことも知っておるな。はい。わしとレスター卿がエタルニア公国の前身となる組織を作るに至った経緯はどうじゃの。いえ。なんと。そうか。お主らの世界のわしは随分と中途半端なことをしおったようじゃな。このわしに難題を押し付けおったか。まあどちらも同じわしではあるが、まあよい。ではアニエスよ。はい。お主は今から己が最も信頼を置く者を一人だけ選びなさい。その者と共に近くにある洞窟、ここより南西にある洞窟まで来るんじゃ。そこでわしの知るすべてを話そう。祈祷医もそこでの。お主らが陥っている状況を説明するためのヒントにはなるはずじゃ。わしは一足先に行って待っており、ズルをしてはならんぞ。連れてくるのは必ず一人のみじゃ。他の者は洞窟の外で待つがよい。ではな。
僕らの置かれた状況について老師様は何か知ってるみたいだね。ですが、なぜ二人だけしか行ってはいけないんでしょうか。老人の考えることはよくわからないな。私は誰と一緒に行くべきだと思いますか。それは、アニエスが自分で選ばないとダメだよ。老師様が言っていたじゃないか。アニエスが一番信頼している人を選べって。フェアリーは一人にカウントされるのかしら。ま、されなくてもアニエスについていくけど。待て。ここは俺が行こう。女性を守ることこそ男の役目だ。俺はアニエスのためなら死ねる。ふーん。もちろんイデアのためにも死ねる。私はついでなんだ。別にいいけど。女性の嫉妬というのは実に微笑ましいものだな。リンガーベル黙って。私は嫉妬なんてしてないから。冷静だな。もっと焦った様子で否定してもらえると俺としてはありがたかった。私はどうしたら。だからアニエスが好きに選べばいいって。ふふふ。何？別に。ディズ、外へ、いいですか？え？あ、うん。頑張りなよ、この子の。なんだよ、からかうなよ。エアリーは？何？覚えていますか、ティズ。出会って間もない頃に私はあなたにこう言いましたね。一緒に来てと。うん。あなたはこの長いようで短い旅の間ずっと一緒にいてくれました。ですから今回もやはりあなたに一緒に来てほしい、そう思ったのです。ダメですか？僕だってあの時の約束は覚えてるよ。いつだって覚えてるし、これからもずっと覚えてる。君と一緒にここまで来た。君にここまでついてきた。君は今も変わらず僕の希望だ。ティズ。その、つまり何が言いたいかっていうとは、今回も一緒に行かせてほしい。ありがとう。やはりあなたはあの日から私が一番信頼する人です。残念だアニエス。だがティズは優しくて気配りのできる男だ。それは俺が保証する。ティズ、俺の代わりにアニエスをうまくエスコートしてやってくれ。あんた、なんでそんなに上から目線なの？もうバカ！エアリーはアニエスの最高のパートナーだとばかり思っていたのに、まさか置いていかれるなんてひどいわ。ショックでご飯も喉を通らないわよ。ごめんなさい、エアリー。私のわがままを許してください。もうエアリー、野暮なこと言ってないで二人を見送りなさいって。ほら、二人とも行った行った。すぐ戻るよ。すぐじゃなくてもいいよ。来たか。おほう、その少年を選んだか。
仲睦まじくて羨ましいの。わしもあと1880年ほどはかければアニエスちゃんとお手手つないで歩いたというのに。1880年。そんなことより話を聞かせてください。ええ、私たちはそのために漁師様に会いに来たのです。お主たちはわしの言った初対面の意味はもう分かっておるな。お主たちは本来この世界にいるべき人間ではない、ゆえに初対面と言ったんじゃ。はい、老師様、あなたは先ほど私たちと会ったのは三度目かもしれないとおっしゃいました。あれはどういう意味なのですか？アニエスの記憶ではわしと会ったのは先代の風巫女さんに連れられてきた時だけじゃな。はい、まだ私が幼かった頃に母巫女様とオリビアと一緒に。だがな、実はわしはそれより以前に今のお主と同じ姿をしたお主と出会っておる。以前というにはあまりにも昔のこと、それは今から1800年ほども前のことじゃ。1800年。老師様っておいくつなんですか？わしか、かれこれ1900年は生きておる。1900年。なーに、レスター教謎はわしよりさらに500歳は長生きしとるじじいじゃよ。かつてわしとレスター教は宿敵同士だったのじゃ。わしはクリスタル聖教の異端審問官、あやつは不死の者、教団に歯向かう者を滑る修行を相反する立場として何十回となく戦場で渡り合ったものよ。最後の決戦では文字通り100日以上もかけて戦った。それはまさしく死闘じゃった。どちらの軍勢も満身創痍、互いに最後と覚悟を決めた一撃が交差したその瞬間じゃった。相対する二人の間に天使が舞い降りてきたんじゃ。傷ついた天使、それはアニエスよ。今のお主によく似た美しい少女での、わしとレスター卿は一瞬で心奪われ、気づけば敵同士であるのも忘れて彼女を解放しておったよ。彼女は光を失い翼は折れ、その半身を失っておっての、もはや手遅れの状態じゃった。わしらと天使である彼女との触れ合いはとても短い時間でしかなかった。2000年近くを生きる今のわしやレスター卿にしてみればそれこそ刹那と言ってもよかった。じゃがその一瞬が後のわしとレスター卿の生き方を大きく変えたんじゃ。彼女は消えゆく命を振り絞ってわしらに伝えてきた。クリスタルの秘密、そしてクリスタルの危険性を。危険性。そこで語られた真実は教団の人間だったわしと教団に歯向かう者だったレスター卿、宿敵同士であるわしら二人、そのどちらの価値観をも根底から揺るがすものじゃった。一体天使は何を語ったというのですか？クリスタルは聖教や旧教などが発祥するはるか以前から存在しておった。巫女がクリスタルの恩恵を引き出すのではないのだ。クリスタルから恩恵を引き出せるものを時の教団が巫女と名付けたに過ぎん。
本来クリスタルとは人が決して触れてはならぬ存在であったと言われておった。クリスタルへの価値観が人々の中で転換したのは教団による教えが広まったからだと言ってよい。触れてはならぬとはどういうことですか？安易にクリスタルの力を解き放てば教会は崩れ、大いなる最悪への扉は開かれる。有史以前からそういった戒めがあり、天使もまたその言い伝えこそが真実だと語ったよ。大いなる最悪、それが何なのか1800年かけてわしらも調査してきたが、未だわからぬままじゃ。大いなる最悪とは一体何なのかも謎に包まれておる。カルディスラに開いた大穴こそが最悪ではないのでしょうか？大穴は最悪の予兆の一つに過ぎん。それは天使がわしらに語った予言の一つ。大穴が開き闇が吸い寄せられて噴出したことが最悪なのか、大穴と時を同じくして海が腐ったり風が止まったり火山が噴火したりすることが最悪なのか、わしらにも見当がつかぬ。私たちは前の世界で四つのクリスタルを解放して自然の猛威を鎮めることができました。そして最後に大穴を塞ぐためにホーリーピラーを立ち上らせました。お主らは己の信念に基づき世界を救おうとしたのやもしれん。しかし、しかしお主らの辿ってきたこれまでの道は天使の語った最悪への道のりそのままなのじゃ。最悪への道のり？これからもクリスタルを解放していくつもりか？ならば今わしが語ったことを心に留め置くがよい。そして常に己の胸に問いかけるのじゃ。自らの行動の結果世界に何をもたらすのかをな。はい。長話に付き合わせて悪かったの。それにしてもアニエスは本当に天使によく似ておる。お主と話しておると1800年前のあの日の記憶がまざまざと蘇ってくるようじゃ。老子様このままではお主に抱きついてチューしたくなってしまうではないか。さて、わしはしばらく旅に出ることにするがの、久々に若々しい情熱がたぎって抑えられん。なんじゃその哀れみのこもった目は。1900年を生きとるがわしはまだまだ現役じゃ。ほれ、若い者はそろそろ仲間のもとへ戻るがよい。祈祷位も修繕しておいたぞい。老子様、ありがとうございました。うん、達者でな、アニエスちゃんよ。ディズ、今の老子様のお話どう思いましたか？ますますわからなくなっちゃったっていうのが正直な感想かな。ええ、私もです。老子様はまだ全てを語っていないような気がします。だとしたらそれはどうしてだろう？何か深いお考えがあるのか、あるいは私たちに話してはまずいことなのか。あと、老子様ってやっぱりスケベだったね。それは同感です。とりあえずみんなのところに戻ろうよ。
エアリー、心配しなくても大丈夫ですよ。だってアニエスにはティズがついててくれたもんね。え、いや、まあ仲睦まじいな、羨ましい。それ、老子様も同じこと言ってたよ。そうか、そうだろうな。あの老人の考え方には共感できるところがあったからな。はいはい、リンガーベルは黙って。やったわ、クリスタルの解放は成功よ。これで4つ全てが解放されたわよ。にこの光、ホーリーピラーか。ええ、間違いないわ。アニエス、もう一度あそこへ向かいましょう。今度こそ大穴を塞いで世界から闇を浄化するのよ。ええ、わかっています。今度こそ、必ず。ええ、やっぱりすごい眩しさだ。やはり圧倒されるな。この光の中に入るのも、2回目。なんだよね。この光、なんだか痛い。ピリピリする。ええ、確かにそんな感じです。我慢して、今回こそ成功させなくちゃ。じゃあ、エアリーは集中するために瞑想に入るわ。その間話しかけたり触ったりしちゃダメよ。今度は絶対に成功してみせるわ。さあ、光よ、このエアリーのブローチに集まりなさい。エアリー気合入ってるね。前回うまくいかなかったことに責任を感じているのかもしれません。リングアベル、この様子を手帳に詳しく記録しておけないかな。よし、気になったところを書いておこう。ただ今この場でどこまでできるか。操縦に合わせてもう一つ問題があるだろう。あ、なあ、いつが来るからな。相手をしなければならない。あいつってもしかして。また甲板です、行きましょう。奴はどこだ。え、奴、あのあやかしの精霊はどこにいる。エアリーのことですか。エアリー、え、なんで。奴の居場所を教えろ、早く。それを聞いてどうしようっていうの。殺すに決まっているだろう。奴を片付ければ終わるんだ。いい加減に邪魔しないで。お前はなぜ元帥閣下を、実の父親を裏切ったんだ。あの方の嘆きがわからないのか。あなたたちはいつもそう。私の話を聞かないで。アナゼルもお父様も私を否定してばっかり。エシャロット号の飛行石を壊した時だって、私たちが総司令部に乗り込んだ時だって、ただ否定するだけだった。説明なしで別れって言われても無理だよ。ちゃんと話してよ、お願いだから。お前、アナゼル、お前は誰だ。え、お前はイデアじゃない。何を。まずい、揺れ始めたぞ。貴様ら、俺をも惑わそうと。卑劣な者どもめ、そこをどけ。我が暗黒間のサビにしてやる。
ねえ、リンガーベル。大丈夫ですか？急に倒れるんだもん、心配したじゃない。ああ、船の揺れがひどい。リンガーベル、操縦できる？大丈夫だ。じゃあ急いで艦橋に戻ろう。記憶が戻ったようだ。そうか、そういうことか。みんな、何かに捕まって。リンガーベル、やっている。だが、うまく制御できない。